よいしょ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶり、2週間ぶり。また予定ないですか？まあ、2週間に1回のロレックストークっていうことでね、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日は、まあ、これちょっと大々的に置いてますけど、はい、まずこの話の前に、これもまあサブ的な話なんで後でいいんですけど、はい、古いロレックス、はいはい、これどういう、これどういう向きかな。こうバブルバッグ。バブルバッグ、はいはい、聞いたことありますよね。聞いたことあります。ロレックスの、まあ、三大発明って言われてるのが、うん、まあ、オイスター、うん、まあ、防水じゃないですか、うん、はいはい、でそこから、まあ、自動巻きっていう、うん、パーペチュアル、はい、でデートジャストっていう、うん、まあ、この3つだと思うんですけど、うん、なんかこの昔その自動巻き、うん、オイスターパーペチュアルっていうのを、はい、うん、要は発明した時に、うん、あのその特徴としてこう、まあ、自動巻きっていうより手巻きと違ってこう自動的に巻くってことじゃないですか、はい、でその自動で巻き上がるそのローターをこう開発した時に、うん、ちょっと形状がですね、うん、ちょっとこう膨らんだような裏のケース、はいはい、はい、ですね、こっちか、はい、あーちょっとこう膨らんでますよね。これがまあ別名、うん、バブルバッグって言われる、うん、泡のように。あ、そうですそうです、膨らんでるみたいな。で1930年、まあ大体33年ぐらいからだと思うんですけど、うんうん、その時に要はバブルバッグっていう、うん、まあ、オイスターパーペチュアですね、うん、を開発して、まあ、ロレックスが、まあ、有名になってたんですけど、うんうん、それまでは懐中時計が主流だったんですよね、はい、で懐中時計で腕時計ってどちらかというと信用ならないというか、うん、っていう中でこのオイスターパーペチュアルが開発されて、まあ、腕時計の価値が上がってきたというか、うん、で逆に言うとこう懐中時計がまあちょっと廃れていってしまったっていう歴史があるんですけど、まあなんかね、水さんとこういろいろ時計の話を、うん、させてもらう中で、うん、まあ、ある種こう原点ともいうね。まあそうですね、まだスポーツモデルの今人気のやつが生まれてもないし、うんうん、そうですね、これもうモデルによってはロレックスって入ってないですもんね。そうですね、入ってない、ね、これ入ってないですよね。こっちは入ってるけど、これ入ってる、あ、まあ、これ入ってる、入ってる、両方入ってます、入ってる。でそう、古いとは入ってないよね。え、古いとは入ってないよね。ただあのオイスターしか入ってないのがあるんですよね、うん、あのロレックスが自分のところで作ってない時ですけど、うんうんうん、でまあそんなような古い時計のル、はい、まあ、ロレックスのルーツをちょっとね、うん、ここで話したかったっていうのが一つと、あとあれですよね。あ、そうですね。だからその、はい、うちってあのなべちゃんあれ持ってきて、時計宝飾食品賞。うち鉱物の免許を持っていて、はい、で釣り具だけじゃなくて、はい、時計とまあこう宝飾品のやつもこう申請がされていて、まあ過去ねロレックスだけですけど10本ぐらいね、はい、販売したこともあり、うん、またそろそろ何かね面白いモデルを販売してもいいんじゃないかなってなった時に、はい、このバブルバッグ系、バブルバッグに類する系を持ってきてもらった時に、はいはい、うちの渡辺君がすごく気に入って、はい、いいですねみたいな話を僕は覚えていて、はい、でそしたらなんかやっぱりどっかでずっとこうロレックスの話付き合ってくれてて、まあね、彼が持ってないっていうのもあったんで、うん、ちょっとプレゼントしたいなというふうに思って、はい、もうおじさんがね、はい、おじさんがプレゼントしようかなと思うのにっていうのがやっぱり僕もだから若い頃時計をねもらったりしたことがあるんですよ、はい、そのロレックスをもらったことないけど、はい、G-SHOCK とかもらったことがあって、はい、でうちのスタッフの
子たちにもロレックスをあげたりとか、はい、あ違う G-SHOCK を買ってあげたりとかしたことがあって、それはもう先輩にやってもらったことだったんですよね。でロレックスってまあ部下とか後輩にあげるときは、はい、うん、なんかすごくやってくれてる人に、うん、っていうふうに僕は思ってるから、うちの渡辺君もすごくやってくださってるからいいな、欲しいなと思ってて、でもなかなかロレックスって買えないから、うん、こういうきっかけでもらったものがより輝くじゃないですか、はい、自分で買うっていうのも素晴らしいことだけど、はい、確かに。それで、まあ、これもいいネタになるなとなるほど、ね、で、ね、この間も実は選ぶ作業をしてしまっていて、うんうん、ちょうどこれですよね、こっち。そうですね、選んだやつね。この今ズームで本人が撮ってますけども、そうこの間選んだね、なるちゃんこれがいいんじゃないかなっていう、これはバブルパークじゃなくて手巻きのオイスターパークじゃないっていうことですかね。ですね、お違う、違うんです。あ違う、あのごめんなさい、パーペチュアルっていうのは自動巻きっていう。そうか、うん、だからオイスターはいいんだね。そうです、オイスターはパーペチュアルが自動巻きか。そうなんです、だから手巻きのことはパーペチュアルとは言わないっていうのがまあ、うん、あれなんで、これはオイスターです。ロレックスオイスター、でもだいぶ古いものですね、これ。そうですね、古いです、古いです。はい、なんでまあほんとね、渡辺さん一回、うん、前になんか古いモデルをちょっと持ってきた時にあの気に入られてたんですよね。そうなんそうなんそうなんです、だからいいなって言ってたから、僕それずっと思ってて覚えてたんですよね。覚えてた覚えてた。で、なべちゃんになんとかしてこれをはめてもらってもいいなってずっと思いよったんですよ。そうですよね、うん、渡辺さんが、まあ、それ言わずにちょっとまた古いのもなんか見せてくださいよなんて言って先日持ってきた。そう、それも自然の流れでやりたくて、うん、なるほど、また持ってきて鍋ちゃんにって思ってたんですよ実は。なるほどね。で、もちろん他の理由としてはもしまた販売するモデルがあったら、はいはい、2つ買って、うん、1つは鍋ちゃんで、もう1つは販売用って思ってた。ということですね、ということで、はい、今回は、はい、これ今ブレスベルトがないんですよね。そうなんです。これを選ぼう選ぼうと選ぼうと。でこれもまた楽しい作業じゃないですか。そうですね、このね、自分で選ぶ、ね、その作業の模様をちょっと見てもらいながら、はい、という回でございます。このぐらいのやっぱり年代のものになってくると、うん、やっぱりこうもうブレスだったりないですよね。当然全部ね、ブレスにしろベルトレザーにしろ消耗品なんで、もうどん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 こう劣化して玉しかないっていうのが多くて、まあこっちはついてますけど、あのなんでこのね、渡辺さんが選んでいただいたこの時計のベルトを、ありがとうございます。でこれ美女はこうロレックスのこの雰囲気に合うものをなんかつけてくれるっていう感じ。ね、本来であればまあロレックスの美女をつけてあげたいんですけど、うん、まあちょっとこの年代がもうないので、まあ、あったとしてもすごい高価そうだ、はい、美女だけで、はい、でこのバブルバック、バブルアップじゃないですかね、これはオイスターのこの年代のものって、うん、価値はあるけどそんな上がってないんですよね、うん、スポーツモデルとちょっと違うので、ちょっと手に入りやすいっていうのも魅力ではある、ね、はい、だからでこう、はい、この巻いてる感いいねコリコリコリっていうこの、そうですね、このこっからまあちょっと整備入れてあれですけど、はい、だいぶ古いですよね。そしたらちょっとベルトどんな感じかちょっと見せて、はい、むしろ俺ではなく、あ、まあ、渡辺さん、うん、どうすればいいですか。ちょっと席変わった方がいいんじゃないですか。そうですね、ちょっと、うん、あ、すいません、どうかみたいな。今日ベルト、はい、ベルトのブック持ってきましたから、こちらでちょっとこう選んでね、うん、いろんなこう、これでもページ数的に結構あるね。あるんで、でもこれベルト幅がこれ何ミリなんですか。18です。18、ここに書いてあるんですよ18。あ、本当だ。ちょっと私がこの辺じゃないかという中で、おう、まあこれ、あ、この辺ね、片押しですよね。うん、いろんな色展開といい、あ、でもこう置いてみるとこの色合いだとこういう色合ってるね。合ってますね。
まあ、これもいいよね、うん、これ渡辺さんっぽくないなっていう違う合ってる合ってないじゃなくてちょっと渡辺さんね本当に、まあ、でも落ち着きがすごいこれは合うね合うねこれね、はい、うん、まあこれもまあ硬いです ね、まあ、あともうこういう路線もあるよね、はい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 、ありますね、まあ、あとこれ渡辺くんの好みですね、はい、あとはまあちょっといくつか代表的なの見せてきますね、うん、まあ、こういうちょっと型押しなのもあれば、うん、ちょっとここに見せてください。こうアーミーと言われるちょっとスポーツ系もね、はあはあはあ、こういうのもまあ、そしたらここをシュッシュッて通すんだ。そうですね、よくサブでやる、はいはい、そうですね。あ、これでやると渋くない？これをナトーベルトみたいな渋いでしょ。そう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 、ちょっと渋いでしょ。細いやつもあるんだ、ナトーベルトみたいなやつ。これで18、そうですね、うん、アーミーとかね、ありっちゃありやな。かっこいいですね。かっこいいでしょ。こういう遊べるわけですね。遊べるとか、私が厳選した中で言うとですね、いいですね、はい、ね、ナトーベルト意外やったな。あ、これじゃない、これもいいですけど、このねベルトもすごいね、このヴィンテージ、ああ、この思いっきりこうヴィンテージ感出していくのに合わせに合わせと合わせと。あ、これもかっこいいですね。これさ、最初俺のこの16803についてたよ、はい、これ、この白い糸で塗ったやつ。あれはですね、違った、もう少し、もうちょっとランク上です。あ、そうでした、はい、あのデザインが似てるけど、あれ高いの、あれ高いんです、高いの、はい、あ、そうこれカーフですもんね、はい、だこういうのもあれば、もう少しちょっとこうこういうね、モディリアーニみたいな、こうちょっとこうちょっとこう渋いなっていうこの、だいぶなんか年代上がりますね。上がりますね、ちょっとこうだからまあちょっとクロコダイルの感じね、クロコダイルな感じっていう、まあこの辺がまあ代表的なスポーツ系だったり、まあまあベーシックな、これ硬いですよね、うん、一番こう、ごめん、すいません、どうなのすいません、かっこいいですね。どうなの、どうぞ、どうなの今日の色は、やっぱ僕の中では茶色系が、あ、これ好きですね。これ、いや、これ系ですね。これいいね、はい、おあっとるな。さっきのでも、あの、ナトーベルトって言ってた。ナトーベルトも、逆にいいよ。もう、かっこいい。かっこいいと思う。これですね。これ系で言うと、ブラウン。ブラウンですかね。硬いですね、硬いですね。硬い。はい。これこっちの方がより男らしさは出るかもね。うん、そうですね。あの、カーベルトだと、ちょっと小ぶりだから。はい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 。あの、レディース、的な感じもちょっとあるもん、ね、うんうん、でもこれをつけると男っぽくなるよね、はい、これでまあ軍隊仕様ってことじゃん。そうですね、このベルトってね、アーミーですからね、その名もザ・アーミーですからね。で、これがとっとっと、まあ、最後のやつはちょっとダンディーすぎちゃうんで、ヴィンテージもいいですね。ヴィンテージもいいでしょ。あ、こっち、こっちですか、茶色。あ、これの茶色もかっこいいですね。これ皆さん、あの、番組的には、うん、番組で決めた方がいい感じですか。いや、別に決めるのが一番いいけどまあ、ね、じゃあこれにしましたって言って、うん、これつきましたでもいいし、はい、じゃあこれ悩んでもらって、うん、次何を選んだんでしょうっていうのを小ネタでまた今度挟んで、いいですよ。いいです、僕これがいいです。あ思いのほかなべちゃん即決する、ね、すごい、これ決められない人いるんでね。気持ちいい、気持ちいい気持ちいい、ね、じゃあこれにしようよ、はい、これですね、わかりました。こっち、あ、じゃあこっちで。美女はどんな色合いがいいですか。美女はちょっとね、これコンビ、みたいな形になってるんで、美女はね、あ、すいません、これにつく美女はシルバーになります。んでもいいね、シルバー、はい、はい、いいね、はい、いいですかね、うん、ありがとうございます。いや、本当素晴らしいですね、このそしたら、はい、あれですね、またこれ整備して、そうですね、ベルトを手配して、で、多少、はい、オーバーホール的なのもあるので、うん、そうですね、ちょっと見て、で、あの、整ったらお持ちするっていう形で。これさ、開けたらさ、写真撮ってくださいよ、また。
あ、いいっす、お願いしていいですか、職人さんにこんなんで。はい、いいっす、いいっす。見てみたいじゃん、うん、そしたらこの映像で、うん、ちょっと出せるかもしれない。わかりました。こう、なんかこうで整理しましたと。わかりました、いうストーリー。了解でございます。じゃあベルトは無事決まったというところで、よかった、ありがとうございます。じゃあちょっとよろしくお願い、よろしくお願いいたします。しました、ありがとうございます。はい、もう一つはね、今日は小ネタとして、うん、はい、これなんて言うんだっけ、振動系、あ、タイムグラファー、はい、タイムグラファーという機械、僕いろんな、これを水口さんが持ってんのがすごいですけどね。この時計のなんかこう整備する人が買うものなんですけど、そうですね、うん、ヤブちゃん来なくて大丈夫です、はい、こっち見えてるんで、ここに関しては確かに、ここを後で撮ってくれれば、あのここに時計を乗せて、日差が分かるかな、振動と、はい、自動巻きだと振動数って言うんですよね、うん、あれ振動数っていうのはどういうことなんですか。 28,800 ビートとか言うじゃん。ああ、チッチッチッチっていう、はい、その辺あんまり僕も詳しくないですけど、だから何かがこう動いている、はい、あ、そうですね、速さでしょ。でそれがこうずれてくると時間が遅れたり進んだりするっていうのを計測する機械ですよね。そうですね。でこれが その機械で、うん、でここにこう時計を、これ一番もう現行新品のビカビカのやつだから、こう時計を乗せるじゃないですか、うん、そうするとこう測っていくですね。もう出てるかな、出てますね、こうやってね、はい、全然すごくないですか、ゼロ秒ですね、ゼロ秒、まあ、そりゃそうでしょう、こんね、もう最高峰の、鍋ちゃんと音ってのかな、最高峰の、ここ要はまあ1秒こうプラス1秒出てる、うん、こう D って D なんで、あの Day と Day かな、 Day とか Day だね、はい、1日あたり2秒ずれる。でもこれ全然ずれがないね、はめてないし、僕はあんまり心電図みたいですね。そうで、これ28,800っていうのはこのデートナの振動数ですね、はい、うん、で、まあ、これを見て、まあ、この機械が単純に欲しいっていうのが僕はあったし、あとは整備出すかどうか否かっていうのをここで見て、で市川さんに頼むみたいな、はい、お願いしますみたいなこともできるし、はい、あとはいくつか時計持ってて、やっぱこの鼓動が聞こえるというか、機械の動きがこれで見えるから面白い。で、まあそういう使い方ではないんだけど、あとはこのキャリバーが本当にそのキャリバーなのかどうかがこの振動数でわかるんですよ。ーデートナのキャリバーは、はい、キャリバーなんだかな、4130とか、うん、なんかそんなやつだと思うんですけど、28,800じゃないですか、はい、それが違う振動数だったらあれあれで中身違うからっていうことにもなるんですよ、ね、はい、好きですね。でもちょっとこれ道具として面白くないですか。まあまあ、まあ時計屋さんというかね、職人さんは絶対持ってるやつだし、うん、まあ時計屋さんにもね置いてますよね、うんうん、それをでも水口さんが持ってるっていうのが、この存在があること自体を知ってるのがすごいですけどね、はい、まあ、日々、いろんなネタをこう見てるんですよ。時計のネタもすごい見てるから欲しいなと思って、で買ったら3万円しないぐらい、25,000-26,000円ぐらいだったと思うんですけど、でこれもうプロが使ってるのと全く一緒なんで、ね、はいはい、精度がすごく高くて、やっぱりこう遅れがひどいやつだとこの日差がすごいことになるんですよ、うん、これもほとんど0秒だから古いがないってことです。まあそれはそうですよ、この今、はい、でもデートナ系は総じて精度が非常に高いですね、うん、レースのあれですからね。そう、だからその16520もそうだし、うん、116520も狂いがない時間に、他のちょっと古めのサンマリーナとか、うん、まあ16820とかはしょうがないよ、はい、もうちょい古めとかのやつはやっぱりズレがあるね、はいはいはい、これデートナーはやっぱりちょっと格が違うというか、うん、ミッサがないもんね。あれこれ精度出てんなみたいな。
もともとそのね、うん、レースの時間とかを測るための時計ですからね、うん、よりあれですよね、うん、精密というか正確じゃないと、うん、そういうことが、うん、まあこれ人に測ってもらってそうでしたよって言ってあそうでしたかっていうのと自分で測ってこの変態っぷりねでもちょっと時計好きだったら分かるでしょ、まあね、分かるでしょ、はいうん、そういう楽しみがあるなるほどなるほどだからこれが自動巻きだったら全部やれるから、うんうんうんうちが作ったジェットセッターの時計とかも測ってどうだっていうことが分かるし、はい、個体差があるっていうことも分かってするんですよ、ね、なるほどそういう機械ですなるほど、はい、盛りだくさんだ、はい、今日は、はい、という感じかな、はい、今回はそうですね次回はねこの渡辺ロレックス計画、はい、仕上がり、まあ、2週間無理だな、無理だな、まあ、どっかでまた、ねまあでね、この続報をやるとして、はい、2週間後はまた何かネタをね、はい、何がいいかな、はい、市川さん何持ってくるか言ってくんないと最近言うのしてるけど、まあ、またちょっと考えましょうかね、うん、僕もねこう切り口変えればいろんなネタがあるからなるほどあるんですよ承知しデートナー全部並べてみてもいいしね一回ねおー持ってるデートナー今となってはすごいそうっすねすごいっすねあと16520の白欲しい白ですよね欲しいとこれを狙ってるというのはもうあのね見てますからデートナーの黒ははいあの 見えない小島さん見えないんですよだから白が好きなんですよ、はい、最近白人気だっていうことではなくて、はい、これもそうだけど、うん、白だとコントラストがはっきりしてて、はい、この針と見やすいってことですね針と文字盤が、うん、こう老眼の僕でもよく見えるんですよ、はい、はいはいはい老眼のだから白文字盤であと16520 の、白文字盤にインダイヤルの、はい黒縁のあのパンダ具合が可愛いんですよね。あ、まあ、欲しいと思ったらもう時間が経つにつれてどんどんコートしてって歯がゆい感じなんですね。確かに確かに確かに、はい、ということなんでちょっと探していただいてるのもあると思うんですけど、はい、見つかったらぜひ、はい、承知しました、はい、またよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。どうも。